三田氏は、武蔵国の国人。武蔵名勝図絵などによると、平将門の後裔と称していたらしい。青梅市の天寧寺にある、三田政定が奉納した銅鐘には、大檀那平氏朝臣将門の後胤三田弾正忠政定という銘文が刻まれている。また、武蔵国荏原郡三田から起こったという説、壬生氏の子孫という説、相馬氏の子孫という説もあるが、いずれも確証はない。三田氏は、その他持つを本拠地とし、最盛期にはその周辺地域や高麗郡、入間郡方面まで支配していたと言われている。鎌倉時代末期には、三田長綱、三田清綱という人物が、蘇摩保で活動していたと伝えられている。吾妻鏡に、三田姓の人物が、複数登場し、また、太平記にも三田常陸守という人物が登場するが、いずれも、この三田氏との関係は不明である。室町時代には、関東管領山内上杉氏に属していたようで、栗原の戦いの後に、長尾義景が、大儀谷上杉氏方から奪った椚田城主に、三田氏衆が任じられている。戦国時代に入り山内上杉氏の勢力が、衰えると、後北条氏の傘下に入り、他国衆に列せられた。永禄3年、長尾景虎が、上杉憲政を擁して、関東へ進出してきた際に、三田綱秀は再び、上杉方について、各地を転戦する。景虎撤兵後、上杉方に付いた、関東の諸将の多くが再び後北条氏の傘下に入る中、三田綱秀は、後北条氏に抵抗を続けた。そのため、永禄年間に、北条氏照率いる後北条軍に辛垣城が、攻め落とされ、三田氏は滅亡する。嫡流の滅亡後も一族が、後北条氏に仕えており、詳細は不明だが、三田治部少輔という人物が確認できる。その他には、三田三河守の子三田綱勝という人物が、北条氏照に仕え、御盾の乱の際に、上杉景虎の援軍として派遣され戦死したと言われている。後北条氏滅亡後、三田綱勝の子守綱が、徳川家康に召し出され旗本となった。その子孫は帰納していた三田氏旧臣と幕末まで、交流を続けていたことまでは確認できる。ありがとうございます。